今注目しているのはロシアがどう動くかです野心的なロシアのスウェーデンはロシアを警戒していますジェット機が領空侵入しストックホルム沖に不審な潜水艦が接近しているからですとりわけウクライナでのロシアの動きです対応を検討するスウェーデン軍はバルト海の真ん中に浮かぶ島に再び注目していますようこそゴットランド島へ 美しい優秀ある場所で冷戦時代は要塞でしたスウェーデン軍がこの島に見向くしなくなってしばらく経ちますしかし去年政府はゴッドランド島へ部隊を戻すと発表したのですいずれは現役部隊がこの島に常駐することになります兵士の数はさほど多くありませんがロシアにスウェーデンはこの島を無防備で放置などしないと言っているわけですスウェーデン軍のマイケル・ビデン最高司令官に聞きます 司令官はロシアが何をししてていいるのか非常に気に気ますロシアを理解しているとは言い難いです。クリミア併合を事前に理解し把握していたのかウクライナ東部で間もなく何かをするだろうと理解していたのかことが起きてしまえば白ですもう起きたことについては理論的に理解できるしかし次にどうなるのか把握しているなどとても言えないこれが今の大きな課題です。 ロシアは何を企んでいるのか、その目的は何かと。ここは数十年にわたり、ゴッドランド島に駐留するスウェーデン軍の本部でした。冷戦の真っ只中には、1万5千から2万人もの軍人が島に常駐していました。今ではほとんどが政府庁舎ですが、ゴッドランドにおける軍の歴史の新たな章が始まろうとしています。夢が叶ったと言っていいでしょう。 ステファン・ピーターソン中佐はゴットランドで新たに指揮を取るため民間人から軍に復帰しましたここで少尉から大位少佐まで昇進しましたこの地区で20年余り兵士を訓練し備品を管理しましたご自身にしたら不思議な展開ですねはいおよそ10年間民間人として過ごしましたが軍に戻りました こうして舞台に戻ることになりとても幸運です戦車の準備はできていますが兵士はまだ到着していませんこの小さい部隊を増強するのは簡単だとスウェーデンは言います象徴的な意味もありますここへ来れば痛い目に遭うぞと警告するその最前線に慣れるだけの戦闘力が確実に必要です確実に痛い思いをしますよ 島は要塞としての役目を終えたはずでしたしかしロシアは時計の針を戻しました侵攻されると思っている人はいませんが最近のバルト海は緊迫していますスウェーデンは居眠りしているところを襲われるわけにはいかないのです